さあ最終回近いぞ。はいどうも皆さんごきげんよう、セブンと申します。それではね、なんだ、スーパーマリオ 3D ワールド、キノピオ縛りでやっていきましょう。なんだとか言っちゃうあたりもうダメだね。うん、さあドタバタ空中散歩、さあこれでもう今回で早すぎ。シャレ抜きで早い、やめてほしい。ダン、はい、あもう無理だ。いやこれはねふざけてるとかじゃなくてちょっとむずすぎるね。笑っちゃうぐらいむずいやん。あやおっぷり、なんかタイミングがわからん、マジで意味がわからん。はいはいはい、はい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 、はあはあ、マリオマリオマリオ、ちょっと待って、オッケー、あーん、ちょ待ってガボンが邪魔すぎる。はいはいはい、オッケーオッケー、あー来た来た来た。でこれをもらう。はいはいはい、ああーやだー、あーの閉じ込められて死ぬ。悔しいよ俺は。よし、おいし、ほいで、もう飛ばす、オッケー。あ、ステージは一回やったことあるやつと、もう全く変わらないね。ちょっと待って、怖い。どこまで来るの？あ、なんか倒された。なんで？あ、じゃあふざけてるとかじゃないの？これ本当に難しいの？え、ちょっとやべえ、一番ちょっと苦手だなこれ。さあ戻ってきた。はい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 、あっよし、はいはい、あやばいやばい。何今俺の声だった今。俺そんな声出ないよ。間に合い、よっしゃ、キノピオならではの走り。オッケーオッケー、ボフ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 、よし、まあ、いくつか気になるところはあるけど、ここ長かったんだよな。あ、なんか長いだけだ。え、どうしようこれ、幅跳びで越えよっかな。おっ、届け、よし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 、オッケーオッケー。え、これめっちゃむずすぎじゃない、いくらなんでもやばいよね。てかなんかガボンが絶妙にムカつくんだけど、いった、いやこの無敵時間を利用して、はいちょっと待って、はいはいはい、これでいってこう、はい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 。あさようなら、みんなさようなら。悔しい、やべやべ、あーこの状態でここは無理じゃないか。これさ真ん中行けばさ、もしかして大丈夫、あ大丈夫、裏技を見つけました皆さん、これが最強の技です。あー釣れた、あ無事、すごくない？えマジな話、めっちゃすごくない？どう、ちょっと待って、ここからだ、こんばんは、完璧完璧です。うっねえ、立て直したのすごくない？いやめちゃめちゃ感動してます。天才ですね、マリオの天才。マリオがうまいことって恥でしかない気がするけど、人生において。気のせいだよな。そんなことはなかろう、そんなことはないと思ってます。よし
じゃあここをやっていくか。タワークリボービーチ。タワークリボービーチとはなんぞや。まあ、なんぞやって感じだけど、まあまあまあやってこう。なんか時間がないんだけど、もう早速やばおかしいって。でもなんか時間増やせるのあるね。しかもなんか結構増やせるんじゃない。結構増やせないわ。どうすればいいんだこれは。なんか能力を手に入れないと時間が増えてく増えてく。ん？なんか能力ある。おファイヤー。マジかよ。もう何回聞くんだそれ。ああなるほど。はいはいはい。他は？あ、ブーメラン。ブーメランが一番いいんじゃない？ブーメランもなくなっちゃった。多分こっちにもあるだろう。なんだ、なんかあったな。はい。あれを多分倒せば何かが生まれるんだと思うんだけど。これだ。あ？ちょっと待って、ファイヤーゲットしといて。ちょっと待って、結構大変だな。あ、よしよしよし、オッケー。オッケーオッケー。受け、打て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 。ん？何？まだ何も起きない？なんで何も起きない？敵全部倒さなきゃいけない？もしかして。まあいいや、せっかくだし、これに全部火つけようぜ。オッケーオッケー。これが出てくるのは、もうなんとなく分かってた。で、時間が多分あるよねっていう話なんですよ。で、オッケーオッケー。で、ゲットして、いや、まだ上にあるな。これもゲットしとこう。ちょっと待って。やべ、時間がねえ。時間がねえけど、敵が、まだどっかにいたよね。あれか。オッケー、どこ？おー、これ間に合うか？これ。これなんか間に合う気しないんだけど。オッケー、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 オッケーです！よっしゃ！奇跡！マジで、あーもうこれ間に合わないからカットだなって思ってたら、いけましたね。あんなダラダラっていけるんだ。結構急がなくていいんだな、人生って。ギリギリで間に合う。あと遅れてもすごい謝れば許してくれるみんな。さあ、青空六角ロード。六角ロードもう嫌なんだけど俺、このステージ嫌い。で、猫ちゃんを保持したいから猫ちゃんゲットして、オッケーオッケー。ブーメラン。青空六角ロード、本当に青空。あー、斜めから来た。オッケー。敵は全部倒していきたい。オッケーオッケー。あー、なんだ、なんかいるな。オッケーオッケーオッケー。めんどくさ、どうすんのこれ。倒せる。オッケー。ファイヤーバーとかやめてほしい。消えちゃうし。もう燃えちゃうのこれ。全部倒せる。あ、全部倒せないわ、無理だ。あ、もう全部倒せないわ。もう全部倒すのはもう夢のまた夢。あ、オッケーオッケー。まあグリーンスターちょっと取り損ねたけど、まあオッケーとしよう。で、ここ全部倒せばあれじゃない？グリーンスターまた出てくるんじゃない？どうすかね。ラスト1匹、ラスト1匹倒したよ。あー、ダメでした。違ったのかな。オッケー。で、
オッケー、向こうができてからちゃんと乗る。うえ、危ないね、危険なことしないと。あー嫌だ、あーちょっと待って嫌だふざけてる場合じゃない、あーんとか言ってる場合じゃない、マジで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 、おいちょっと待って、うえあーちょっと待って、あグリーンスター、ああーこれはブーメランがないから無理です。あおわあコミショが出てる、あーちょっと待って、それはちょっとここでぐるぐるしよなんだこれ、漢字の白ではない、オッケー、なんだ、うわでかでっかいね、これ倒さなきゃいけないって、でっか、そんな来る、で真ん中ぐらいまで来るから、これで負けたらあれでしょ、最初からでしょ、めちゃめちゃ嫌なんだけど、オッケー、しゃ早いけど対応しました、舐めるなよ俺を、オッケー、グリーンスター取れてないのたくさんあるけれども、まあ大丈夫でしょう大丈夫じゃないけどね、よし、さあま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 あいいんじゃないでしょうか、六角ロード苦手だな前も苦戦したのよだいぶ、よしじゃあ潜入トゲトゲブリッジ、さあこれはどうだ、元になったステージがわからんが、あーなるほど、あトゲ出てこない、あ来た来た来た、え何、何の猶予もなく出てきた気がするんだけど、気のせい、あなるほど、バレるとトゲ入っちゃうんだ、そういうシステムね、パルシステム、パル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 、よし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 、なるほど、バレないようにしなければならないと、そういうわけですね、これはまあ簡単ですよ、ああおっしゃー、はい近道、トゲばこれクッパ君にアドバイスなんだけど、トゲ出しっぱなしにすればいいんじゃねっていうアドバイス、それだとなんだろう、ちょっとマジ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 なんだ、息とかがめんどくさくなっちゃうのかな、自分らがかかっちゃうみたいな、危なっ、ううよっしゃ、何もくれない、オッケー、さあめんどくさいな、かなんか波のペース早っ、信じらんねえ、くらい、よっしゃ、どうやっていくのそれ、めっちゃめっちゃ滑る、なんなんなん、今ちょっと見ました、正式にバグりました、あーここからでよかったここからでよかったなと、よっしゃ、オッケー、よしよし進もっか、あ怖い、あおっしゃおっしゃおっしゃ、上手くないか、でもあれどうすんだろうこれだって絶対見つかっちゃうよね、これでなんか置物ですよみたいな状態にならないそうだよね、そうするしかない、やばっ、あっわあ、うちょって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 ん、わかった、これで隠れるんじゃない、あーあ違う、これで隠れたところでだよな、あちょっとだけタイムラグがあるから、そこで防げる、そこで防げるということ、あもうちょっと無理だ、ここ早くね、やばくね、早すぎて避けやすい、早すぎて避けやすい、あちょっと待ってこいつ、早すぎて避けやすいです、オッケー、
あ、もうこれもうダメだ。ちょっと待って、一回こうして、おい、おい、よし、完璧ですね。さあ、まあコースクリアというところなんですが、さあ次でとりあえずラスト、とりあえずラストかな、だよね。でクッパが出てくる。おっと、おお、持ったクッパじゃないけど、クッパ出てきたね。ボスパラダイス、これボスラッシュだな、これ。うーわ、来て来て来て、うえ、来て来て、ボスラッシュ来て、一番嫌です。あ、しかもなんかお好きなところからやってくださいシステムじゃん。出たー、このクソザゴナメクジ。君強くなってんだよな、ちなみに。まあ、強くなってるはずではある。じゃなきゃ困る俺が。あ、でもなんか動きが速くなってる気がする。どうかな。まあ、あ、だいぶ強くなってましたねやっぱり。まあ、前回戦った時とは比べ物にならないかなっていう。うん、なるほどね。まあ、分かんなかったな、何が変わったのかは。速くなってたかなーぐらい。それもなんかかなーって感じだからね、誤差。 OKOK。 このブンブンだかプンプンだか分かんないけど、こいつもな、こいつブンブンよりだいぶ弱いんだよね。なんか追加されたキャラクターってだいたい既存のより強いはずなんだけど、ただだいぶ弱い。さあ真ん中は誰だ。あー、これはあれだな、ヘビかな、ヘビさん。それは困るよ。これでもなんかで見たんだけど、これさ、ジャンプでいけるって。あ、無理か。ちょっと待って、あー、ちょっと待ってくれ。あ、無理だ、終わりだ、勝てません。もうちょっと下げてくれる。よし、届くかこれ。あ、届かないわ。届かないか、キノピオじゃ無理かな。なんか多分マリオだったら届きそうな感じはある。ちょっと待ってくれ、なんで届かないのこれ。オッケー、よしよしよし、オッケー。まずは1回。何に食らったの俺は今。まあいいや、とりあえずオッケーオッケー。気をつけろ気をつけろ。で、猫マリオ、ちょ待って、あー、なんだなんだ、待って、なんかむずい。あ、一回踏んで、踏むとなんか両方踏んだことになるっぽいから、魂がリンクしてる。これなんかなんかバンってさ引っこ抜いたら繋がってんじゃない。こいつらもしかして、じゃあ通覚繋がってるってことでしょ。だって当たれ、当たらない。あー、猫マリオちょうだい。なんで潜るかな。なんで潜るかな、なんでそんなことする。無理。まあ、いや、まったり、まったりやろう。これなんか正直そんな強いボスじゃないから、別にゆっくりやってもいい。さあ、さあ3回踏んだよ。何？まだ？てれてれて。あ、オッケー。もう1回？あれか、2匹いるから倍の6回かな。
じゃあ次で出すとか。そんな口笛上手くなりたいわ俺も。なんかで優勝できるでしょそれ普通に。あーなるほど、通覚はつながってるけど倒すのは一匹一匹ずつ。だいぶなんか変な表現したな俺今。オッケー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 、踏みまくってます。うえ、さあ、おっとグリーンスターでございやす。さあなんかめちゃめちゃ中途半端、気持ち悪いコインの取り方して出たこのボス。一番苦手まである。スキップ。待って、あー終わったわ、めんどくせえ。あーめんどくせえなこいつ。落ちろ、なんか落ちろ。よしよしよし、逃げて。あー危ないね、火山弾やめてほしいわ。おい、オッケーオッケーで火山弾で、あと1回で倒せるかな。ちょっと時間がね、あーさっきのヘビちゃんで時間使いすぎちゃった。やっぱ時間がね、早くしろ。コインとか取らない、もうグリーンスターだけ取って、オッケー。あと75秒。ブンブンか。へいへい、透明になる？透明にならないんだったらマジで何にも強くないよ君。オッケー、あ透明になる。透明になられると若干だけど、あでも本当にマジで分かんない、どこだ。あいたいたいた、あ弱っ、あざごいざごい、あ弱いけど時間が一番強い。グリーンスターが1個足んないけど、まあいいや、全部ゲットして、さあ気持ちいいね。一気にゲットするためだけに残しました。で多分ね時計が出てくるはず。え時計出てこない、え時計出てこないで分裂なんだけど、えマジで、じゃあ相当時間ねえじゃん。えヘビちゃんであんな時間使うのって俺なんかおかしいか。じゃあオッケーオッケー、まずは1回、絶対無理だだってあと10秒しかないもん。あ絶対無理だ、あーあーもう無理だ、さようなら、お疲れ様でした。時間が一番強い。最初からよし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 。さあ先ほどと違ってだいぶ時間に余裕がありますが、どうですかね、どうですか。でもこれをもうスキップスキップ。さあまあ時間に余裕があるのはもちろんのこと、体力的にもね、あのなん体力的にもっていうか なんだまあ残なんだろう、うんまあ大丈夫、そう心の残機的にも大丈夫。あーちょっと待って、あー待ってちょっと待って、あもうダメだ、心の残機ゼロです。ほらこういうの出た。あーさあ今度こそ分裂を倒していきたいと思います。スキップスキップ、はい早く行こう、早く行こう、来い。オッケーオッケー、猫ちゃんがねまだ残ってるので、まあ、大丈夫です。でまだ使いません猫ちゃん。ボスラッシュっていうからな、まだもしかしたらあるかもなっていうか。ちょっと待って、いやちょっと踏ませて踏ませて、オッケーオッケー、で分裂して猫ちゃん取って、オッケー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 、はいはいはい、ちょっとずるいかもしんないけど、まあ、問題ないです問題ないです、マジで。おいおいおい、ジャンプが多い、
ジャンプが多い、信じられません。オッケー、さあ3人で分身し、クリアクリアクリアです。トラスト、オッケー。はあ、さあ時間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 がない。さあオッケー、ちょっと待って、 なんだ変な、いやー、よしよし、でこうして、でてっぺんでゴールです。オッケー、イエイ、よっしゃ。まあ皆さん的にはね、多分まだ15分も経ってないかもしれませんが、もうすでに1時間が経過してますね、撮影から。うん、でほとんどカットしてると思うけど、めちゃめちゃ苦戦したこのボスラッシュ、むず。さあじゃあ終わりにしたいと思いたいんですが、ここがね、ここを解放したいというわけで、ここを解放するためにまだでやってないステージをやりましょう。追いかけるワイルドサバンナ。さあここなんだろう、これ、追いかけろとは、ウサギ追っかけステージかな。まあでもキノピオだからなーって思ったら、早っ、なんだこいつ。キノピオとか関係ねえ、早すぎ、なんだこいつマジで。なんか追いつく気がしねえんだけど、何これ。何かしらの工夫しないと追いつけないやつ。あー危ない。うん、ダッシュ版を使ったダッシュだとなんかギリギリ追いつけそうだな。これをうまく使ってけってことかな。インコースを走るとか。あーなるほど、フェイントかけたら一発でした。あー、それだけ？それだけ？そんだけなわけないでしょ。ウサギさんとか全部捕まえてみる？あー、なるほど。いろいろくれるの？それだけ？本当にそれだけ臭くね？君、歩くの？予想外。さあ、あそこにスターが1個あって、ん？もう一個あるはずだが、ここはどうやって行くの。どこかが入り口になってるはずだが、追っかけてくるな。あー、ここかな、ここじゃない気がしてきた。まあいいや、とりあえず行ってみよう。なんだ、あーとりあえず100秒増やしとくか。あ、え、何これ。何このステージ。あー、ちょっと探索しますけど、探索とか必要なんだマリオに。わかったわかった。多分だけどここだ。でこうすると、なるほどね。よしよしよし、あと1個はどこかわかんねえけど、まあ、その時考えるべ。おい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 、なんか輪っかが気になるな。おう、全部無視する。あれじゃね、あ待って、キノピオで来た甲斐があったみたい。あ、どこに出た。あー、なるほど、そこに出たのかな、出たんだよね多分、さっきまでなかったよね。よし、はい、ははは、オッケー、はいはい、オッケー、よし、まずはオッケーでしょう。さあ、まあ、ここともう一箇所まだクリアできてないステージがあるので、クリアしていきましょうか。まあそれはどこなんだって話なんだけど、それは戻って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 でで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 、よしよし、でここまで戻ってここです。さあもっと倒してミステリーハウス、さあやっていきましょう。さあスターがいくつだこれ。
5個とかにしてくんねえかな。10個です。いやしんど。オッケーオッケー。さあ取るまでが遠足。オッケー。いやきつ。いやもうなんかピンチだし、もうなんかピンチだし。ちょっと待って、なんかない？変身アイテムないか。じゃあ取るか。ピンチが早いな。出た。オッケーオッケー。猫ちゃんがあれば大丈夫だけど、それもいつまで続くかな。オッケーオッケー。あぶれ。ああなんだこれ。あなるほど。ちょっと待って。オッケー。あぶねえ。なんだと思った。オッケー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 。よっしゃ。いや結構むずむず。いやだ。オッケーオッケー。間に合う。よっしゃ間に合う。あー怖っ。ハメックとかロクスポ出てこなかったじゃんお前。急に出番がやってきた。いつ出てきたカメック。オッケーオッケー。よしよし。オッケー。ラストラストラスト。いけるかこれ。怖っ。ハンマーブロス。ああ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 あ。オッケー。ちょっと待ってよ。あいややられた。今俺キノコ使っちゃった。だからキノコただ失った。あーまあいいや。さあオッケー。さあこれで終わりかと思うじゃないですか。340個。これで全てです。とりあえずこれで全てなんですが、まだ取ってない、取ってない、やってないことがあります。さあそれは何ですかって話なんですけど、ここに書いてある通りスタンプと、ゴールをてっぺんでしなきゃいけないという決まりがありまして、これ見てください。これか。で他のステージはね、基本的にスタンプとかは全て、取りましたね。取りましたし、全部一番上でゴールもしてます。なんとつまりこのさっきのフラワーの銃のここだけまだゲットできてないということなんで、ゲットしてします。さあ行きましょう。おっしゃ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 。よっしゃクリアしました。これで全部かな。何を取ってない。何を取ってない。ああ、あれやっぱりスタンプってキノコ以降もあるの？でも見つからないんだよね、キノコ以降のスタンプ1個も。あれかな、ここにさ、なんかマリオ専用のボタンみたいなのあったじゃん、それかな。絶対にでも、ちょっと待って、もう一回確認しよう。もう一回確認しよう。ここは全部取ってるのよ。スタンプも取ってる、スターも取ってるっぽい。てっぺんも取ってるよね。スタンプの見逃しがある？てっぺんが取れてない。いや、そんなことはなさそうだな。やっぱり取り逃しはない。さっきのところのマリオで踏むところだけちょっと見てみるか。そこかな？さあ、ここですね。さあ、なんだ？
それだけ？え、何それ？それだけ？じゃあ違うね。あ？じゃあなんだ？わかったわ。ワールド6の C。これ頂上でゴールしてないな。ちょっとこれ、待って他にないかな？調べとこう。あ、ここだけちょっと見逃してましたね。オッケー。じゃあ6の C。これを頂上でゴールしましょう。6の C ってどこ？ここだ。さあ、ボス分裂また戦うの俺。はい、じゃあちょっと倒しますね。はい、おい、はい、はい。さあ来ました。問題はここからです。なんと問題がここからなんてことあるのって思うけど、ここからなんすね。まず取れるのかな、頂上。よっしゃ、取れた。よっしゃ。さあ、めちゃめちゃ締まりが悪かったが、これで完璧。さあ、すべてのステージを完璧にクリアしました。でもさっきもよーく見たけど、もう見逃しはなかったと思います。うん、最後のワールドがオープンしました。さあ、最後のワールド見に行こう、見に行こう。ああさあ変わってるね。さあ来たー。さあ、ワールドクラウン。さあ、このステージは本当に難しいです。ここだけ覚えてる、唯一。あ、待って、ちょっとスタンプをゲットしとこう。スタンプもらっとこう。さあ、最後のスタンプハウスは何がもらえる？ドットマリオです。素晴らしい。よし、じゃあね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。よければね、チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。次回はどうしよっかな、まあ、それぞれね3本の動画にしていきたい。キノピオ隊長とミステリーハウスと最後のステージ、どれも難しい。多分キノピオ隊長だけクリアしたんじゃないかな俺、 Wii U 版は当時は。ミステリーハウスとねクラウンはね途中で投げた記憶があります。うん、いやね、今こそリベンジを果たしたいと思いますので、ぜひ見てってください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それではまた、ごきげんよう。